Video Diary December the 18th, 2017 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. ビデオ日誌2017年12月18日、林博史です。おはようございます。数日前、3年ほど前に買ったノートパソコンが修理から帰ってきました。で、3年前に買った時には、Windows 8が入っていたわけです。で、それをですね、Windows 10にアップグレードしました。が、いろいろと不都合が起きまして、修理ということになったわけです。で、そのノートパソコンが帰ってきました。で、Windows 8に戻されていたわけですよね。で、まあ、このところといいますか、ずっと Windows 10でいろいろな作業をしているわけですけども、その Windows 8が帰ってきて、やれやれと思って、まあ、そのパソコンを立ち上げてですね、使ってみたんですけども、シャットアウトの仕方がわからないんですよね。どうだったっけな、なんてね、あれほど Windows 8っていうのは、まあ、使いこなした OS なんですけども、はい。まあ、2年近く Windows 8に触れていなかったこともあるわけですけども、人間の脳みそってやっぱり限界がありますよね。はい。ということをしみじみと言いますか、つくづくと感じました。で、あれこれやってみて、どうだったっけな、なんてね、やっているうちになんとなく分かって、シャットダウンできたわけですけども、そんな簡単な作業ですらも、年々経つと人間というのは、忘れてしまうものなのでしょうか、それとも私の脳みそがボケてきたせいなのでしょうか。まあ、そんなことがありました。で、今日はですね、こういう言い方は私の動画ではほとんどと言いますか使ったことないと思いますけども、要するに前回の続きという言い方なんですよね。どんな動画を発表してもですね、これは前回の続きというような意味を持つ言葉を私は言ったことがありません。というのは YouTube の特性としてですね、まあ、発表した、例えば今日の動画発表しますよね。そうしますと一番一応トップに来るわけですが、やがてそれが10作20作っていうふうになってきますとですね、まあ、それは順番に見てくださればそれでいいわけですけども、実際にはどこかへ潜り込んでしまうわけですよね。ですから皆さんが例えば林博史、あるいは YouTube 林博史で検索かけてくださるとですね、まあ、いろんなその動画が、いろんなというか順序、まあ、不揃いな動画がざらっと並んで出てくるわけです。500号の次には1000号、1000号の次には800号、800号の次には2000号という感じでね。そういうことよく分かってますので、前回の続きなんてね、もし私が言ったとしますと、言われた皆さんの方が困るわけですよね。ですから私は前回の続きというような言い方はしたことありませんね。ではどうするかですけども、まあ、参考となるような動画は、後へとつなげていくというやり方を、まあ、従来はしていたわけです。まあ、最近でも時々しますけども、そういうやり方をしていたわけですけども、そうしますと今度はどんどん長くなってしまうんですよね。で、そこで今度は、まあ、そのシリーズ的にね、バラバラになっている動画を例えば集めて、そして皆さんにご覧いただくという方法を取っているわけですけども、何しろ数が多いもんですからね。例えば V 字型 UFO という、まあ、YouTube 私が制作したですよ、 V 字型 UFO というテーマでまとめてみようと思っても、それでも10作20作になってしまうわけです。で、どうしたらいいものかってことを考えているわけですけども、今日の話のポイントはそこではありません。まあ、つまりこれから話すことは
前回の続きということになりますけども、まあ、前回ねご覧になってくださってない方でもね分かっていただけるように話したいと思いますけども、まあ、簡単に言うとですね、私自身の精神構造というよりもいわゆる意識構造ですね、これはね二重になっていることを私は時々感じます。そのきっかけとなったのがですね、まあ、こんな事件だったんですよね。ある朝何かのことで、まあ、何かのことでって言いますか、台所に座っていましてね、庭をぼんやりと見ていました。でその時にね、まあいろいろなことがあって、それでそのかなりこう神々しいって言いますかね、精神状態になっていたと思います。つまりその崇高な気持ちになっていたわけですよね。それはまああの私の謎解きを自分自身のね謎解きを通して、まあ、そういう気持ちになっていたわけですけども、でまあ何て言いますかね、その我々が神々と呼ぶエイリアンの存在っていうものをですね大変近くに感じて、そして人間とは、地球とはね、宇宙とは、生命とはとかね、そんなことをまあ考えて崇高な気持ちになっていたんですよね。そしてそういう気持ちで庭をぼんやりと眺めていた時のことです。でその前にまあ話しますと、我が家には今小鳥が3羽いるわけですよね。でその小鳥を狙ってですね、どこかの家の飼い猫がですね我が家の周辺をうろついているわけです。まあ、それはまあ以前からあったわけですけども、そういう崇高な気持ちになっているところにですね、そのいつもの猫がですね右の方の通路からですねのっそのっそと来たんですね。その瞬間バッと立ち上がってですね、窓ガラスを開けて、窓ガラスから戸を開けてですね、そして手をパパーンと叩いてゴラーって叫んだんですよ。その時にね自分自身の落差に驚いたんですよね。つまりその崇高な気分でいて、はあ、宇宙とは人間とか生命とかでねそんなこと考えてたんですけども、まあ、猫が来た途端にね、まあ、その以前というよりもいつもの自分にポンと戻ってしまうんですよね。あれで何て言いますか、自分のその落差に驚いて一体なんだってことになったわけですよね。でそれを、まあ、前回の動画の中、まあ、前回という言い方はね、まああの先まあ、今日初めて使うんですよね、私考えてみますと、の中で簡単に説明しましてね、結局は自分自身がね、まあ、そういうことになって、そういうその、まあ、なんて言いますか、別バージョンの精神、意識状態になっていてもですね、それ以前の自分というのが自分の中に残っていて、それが亡霊のように時々顔を出して、自分の心の中で葛藤すると、まあ、そういう話をしたわけです。で気がついてみると、まあ、それ以前の自分に引き戻されていくってことがよくあると。ですから、まあ、私のように毎日こうして動画作りをしながら、毎日、まあ、ある意味でね、神々しい気持ちになりながらも、その自分の中に残っているそれ以前、2012年以前ですよね、の自分というのはしっかり残っているわけです。でそのしっかり残っている部分が、まあ、いわゆるなんて言いますかね、思考回路として、あるいは意識回路として残っていて、今自分の中で、まあ、衝突する、バッチングするということがあると、まあ、そういうような話をしたわけです。ですから例えば、まあ、2016年の11月28日にですね、私はそこに頭上に現実的かつ実在的な存在として彼らのクラフトを見せつけられたわけです。それは現実なんですね、事実なんですね。ところがもう一方にもう一人の自分がいるんですよね。その否定するわけではないんだけども、なんて言いますか、その現実そのものを受け入れない自分がいると言ったらいいのかな。いわゆる、まあ、意識の二重構造性という言葉を使うわけですけども、そういう自分がいて、何て言いますか、冷めた目でそれを見ているということです。もっと言うとですね、まあ、例えばその例えばというわけでもありませんけども、2017年先月ですよね、11月13日20日27日そして12月1日に、まあ、また
またまた事件が起きたわけですよね。でそれをその話すか話さないか、告白するかしないかという問題の中で、私はまあ悶々としているところがあるんですよね、やっぱりね。でワイフはそれ話したらいいって言うんですけども、それにブレーキをかけている自分がやっぱりいるわけですよ。なぜかなということで考えてみますとですね、やっぱりどこかにやっぱり意識の二重構造性がある。それは決して分裂的なその構造ではなくてですね、二人の自分がいると言ったら分かりやすいのかもしれませんけども、どういうことかというとですね、というのはですね、この2012年以前、あるいは2012年に入ってからでも、謎解きを始めてからでもですね、いろんな方が私のところに、まあ、来てですね、来てと言いますか、いろんな、まあ、メールだとかコメントで来てですね、そして、まあ、実際に会った方もいますけども、例えばこういうことがあったんですよね。でも私はまだその初期の頃でそこまでのめり込んでいなかった、あるいは発見していなかったということもあるわけですけども、まあ、A さんなら A さんという方がね、こう言ったんですよね。会った時に、林さん、私ね、時々 UFO に乗せてもらって空を飛んでるんですよ、というようなあの話をその方がなさったんですよね。でその時に私はどう思ったかというと、そんなことがあるか、そんなことはないよ、それは夢だよ、夢を見たのを現実だと思い込んでるんだよ、イコールこの人頭おかしいよ。もちろんその方にそんなことをね、直接言うわけではありません。というのはそういうふうに言い返すほどの強力なエネルギーっていうものは湧いてきませんでしたからね。本当かなと思う気持ちが6割、4、いやこれはやっぱりこの人頭おかしいよというような思う部分が4割でしたからね。ですからまあ本当かなと思う部分が強い分だけ、この人頭おかしいよという部分はやっぱり弱いわけですね。ですから弱いがゆえに、またそんなことをね、面と向かって言うということは、まあ私たち人間は社会的な動物ですから、やはり自制しなければいけないわけですよね。自制するということは、いくらそう思っていてもね、言っていいことと悪いことっていうのはそれくらいの、なんて言いますか、分別はあるわけですからね。まあ、ともかくもその時は、まあ本当かなという部分と、それからまあそのこの人頭おかしいじゃないのかなというまあ思う部分、そのこの人頭おかしいよという部分がですね、まあいわゆる本当かなという部分を乗り越えて跳ねのけるほど強くはなかった、イコール弱かったというのはそういう意味なんですけども、弱かったからそのまま黙ってしまったんですけども、結果的に見るとやはり私はその人をそれから先避けるようになりましたね。まあ、いろんなことを書いてくださってはいるんですけども、来てくださったんですけども、やっぱりそのこの人頭おかしいんじゃないかというふうに思った自分が4割あった、まあ、4割かもその数字で言うのもね、例えの話ですよ、あったもんですから、だん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 その遠ざかっていったわけですね。現に、まあ、あまり更新しなかった、いわゆるもなんて言いますかね、まあまあ率直に言えばね、そういう人とあまり付き合わない方がいいよというような感じでのブレーキが働いたわけです。それは自分の意識の中でありますありました。でそれがですね、今私の中にしっかりと残ってるんですね、そういう時の自分が。今だから私がですね、まあ、その11月13日20日27日それから12月1日に経験したことをですね、私が話したら誰かに、その相手の方はどう取るかということなんですよ。その時の相手の方がどう取るかという部分がですね、私の中にちゃんと残ってるんですね。まあ、こんなこと言ったら、こんなことを口にしたら、林やっぱり頭おかしいよ、やっぱりあの男はまあね、そういうタイプの人間だったよ、ということで遠ざかっていくわけですよね、相手の方が。その遠ざかり方まで私には分かるわけです。それは例えば今私がずっと解いているような話をですね、10年前の私に話したら、10年前の私だったら理解する前にこの人頭おかしいよと言って跳ねのけてしまっただろうなということなんですよね。そういう跳ねのけてしまう
自分っていうのがやっぱりしっかりと残ってるわけです。そして先ほど言いました A さんなら A さんでいいわけですけども、僕はねその UFO に乗せてもらってあちこち飛んで回っているよって話をした時に、自分がどのように反応したかということを自分自身がよく知ってるわけです。ですから今この躊躇する、あるいは人に話したくない、迷ってるっていうのはそういう部分だと思うんですよね。つまり私の中に精神の二重構造性があるわけです。もっと分かりやすく言いますと、先ほど あの猫の話なんですよね。一方で大変こう高慢な精神状態になりながらもぼーっとしている、そこへ一匹の 猫がやってきてのそのそと歩いてきた瞬間にもう条件反射的にねパッと飛び上がってパパッと行って、それ窓ガラスガラッと開けてコラッパーンって手を叩くわけですよね。まあ、そうして脅かしたわけですけども、その時のうちの自分の落差っていうのがある。それはそれはある意味でですね、いわゆるそのそれはその部分のね二重構造性ということになるわけですよね。高慢なね神々しい気持ちになっている私がですね、その一方で猫を来た途端にもう何て言いますか、俗物の中の俗物としてその反応してしまうと、そういうところがあるわけですよね。でそれと同じというふうには言えないかもしれませんけども、今自分の中にそういった自分がいるわけです。でこれどうしたらいいかという問題なんですよね。それでまあ今朝もちょっとそれもんもんと悩んでまして、で30分の運動しながらどういうことなのかなと、で自分の中にやっぱりこの2人の自分がいいのかなとか考えてみたりするんですけども、毎日ですよ、1日この5年半近くですけども、1日だけ動画を作らなかった、あるいはそういったこうした問題について考えなかったというか言ったらいいのかな、日があったわけですけども、そんな私でもそうなんですよね。だったら皆さんはどうかということになってくるわけです。それについては前にも話しましたけども、まあ、こういう言い方はしちゃいけませんね、もう40年来の友人の T さんっていう人がいるんですよね。もう私と同じ年なんですけども、それでまあよくなんて言いますか、あの気が合うと言いますかね、若い頃はもう常に行き来していて、まあ、いろんな話をしてしたり聞いたりした方なんですけども、ちょうど1年ぐらい前だったかな、まあ、何かのテレビ番組を見られましてね、そしてその私に電話かけてきてですね、ハリさん、月にはなんかかぐや姫がいるんですってねって話から始まったんですよ。で私はですね、まあ、あの相手がねそういうふうに求めてきた場合には自分の方から話をするということはありますけども、そうでなければ私の方からは話をしないということをずっと貫いているわけですよね。いわゆるプッシュンはしないと、英語的に言えばね。で相手の方がですね、エイリアンだとか宇宙人だとかっていう話をした場合には私はそれに応ずるようにしているわけです。しかし私の方からなんて言いますかね、どっかの教団、カルト教団の方のようにですね、私の方からそのどうこうということは私はしないんですよね。でその T さんという方がそういう話をしてきたもんですから、お T さんやっと興味持ったなということで、あの私も嬉しくなりましてね、それでいろいろ質問に答えていたんですよ。まあ、長い電話だったと思いますね。で1時間か1時間ぐらい話したんですけども、その時は T さんやらく感激しましてね、へえそうですか、それはすごいですねってわーわーわー言うんですよね。で話は終わったんですよ。で1週間ぐらい経ってからね、その後 T さんはどうなったのかなって、あれだけもう感動してね感激してたから、かなり強烈なインパクトを与えたから、まあ今頃はねそういった問題を考え込んでるんじゃないのかなでね、あるいは私のことをもうね理解してくれるような段階になったんじゃないのかな、もっと話ができるかな、昔のようにね楽しく話が、まあ、よくねあちこちも旅行したこともあるもんですから、あの私と一緒にねまた旅行でもして一緒に行こう、そういう話ができるのかなと思って1週間がそれぐらい経ってからですね電話をしたんですよ。で T さんに電話しましてね、 T さんその後あの話どうなりましたかって、ちょんでな話をしたと思うんですよ。そしたら T さんがこう言うんですよね、あの話ね、おーおーおー、かぐや姫、月のかぐや姫、あれは面白いな、そうだったなってな感じなんですよ。まあなんていうかな、全然こう心の奥底に届いていないわけですよね。でそれはなぜかと言いますと、やっぱりそのまあ、要するに戻るということですね。最初に今日 Windows 8の話をしましたけども、結局は Windows 8をですねあれだけ使っていて、
シャットダウンの仕方なんかもうね、目をつむと閉じていてもできていたはずなのに、今なってできないということは、それだけ、まあ、忘れたということになるわけです。忘れたということは、イコール元の状態に戻ったということになるわけですよね。まあ、それはちょっと同じように考えることはできないかもしれませんけども、もっと言えばですね、人間の意識、思考、常識といったものにはですね、大きな川の流れのようなものがあるということなんですよ。それは子供の時からずっと青年期からずっと続いてきて、大きな大きな流れなんですよ。その流れの中に新しい意識、新しい常識、新しい何て言いますかね、感覚というものをいわゆる情報で見るわけですけども、入れた場合には変わらないというか、まああえて言うならば川の中に杭を立てる程度の意味しかないんじゃないのかなというふうに思うわけです。ですから、例えば私がですね、いくらこの5年近くこうした問題に取り組んで神々しい問題を考えて、そして神とかね、エイリアンとか宇宙とかという問題を考えていたとしても、私の中にある大きな大きな川の流れというのはそんなに簡単に変えられるもんじゃない、消せるもんじゃない、もう消すことはできないと思いますけども、そういうもんじゃないということなんですね。それが猫に対する反応なわけです。まあ、ずっと小鳥を飼っていた、鳥を飼っていた猫が憎いっていう気持ちがやっぱりあるわけですよね。で、そのせっかく自分が神々しい気持ちになっていたとしても、猫を見た途端に自分の川の流れ、大きな川の流れの中にまた戻っていくわけですよね。パーンとその瞬間に、つまり変えることというのはそれぐらい難しいということになるわけですけどもね、結論的に言えば。で、その人として、まあ、T さんの話をしたわけですけども、まあ、T さんの感覚からすればですね、私と同じ70歳ですから、まあ、大きな大きな流れを持ってらっしゃるわけです。そしてテレビ番組を見て、おお不思議だと思っても、その感動感激というのは、まあ、一時的なものであって、1週間もするとまた大きな川の中に、まあ、飲まれていくといいますかね、戻ると言いますか、その例えばそのおおと思って私が1時間以上話して説明したことはですね、要するに T さんの心の中の大きな大きな川の流れに杭を刺した程度の効果しかなかったということになるわけです。だからといってね、 T さんを責めているわけではありませんし、年齢的にはやはりそういうものではないのかなと思いますね。私の感覚から言いますと、やっぱりこうしたその新しい情報が入ってきて、意識革命、あるいは常識革命が起きる、あるいは思想革命でもいいわけですけども、起きやすいっていう年齢っていうの限界っていうのはやっぱり50歳前後じゃないかと思いますね。まあ、それはもちろん個人差もありますから、もう40歳で全然受け付けなくなってしまう人もいると思いますよ。実際そういう人はいますからね。あるいは70歳近くなっても驚きと感動の中でね、新しいものに目覚めて、そしてまあ私とまあ同調同期してくれる人もやっぱりいるわけです。それはまあ本当に軽負ですけどもね、そういう人もいないとは言わない。しかし、まあそういうものではないのかなという、まあ年齢的な問題もあるのではないのかなと思いますけどもね。ですから、まあその T さんを責めているわけではありませんけども、じゃあどうするかという問題になってくるわけです。先にも言いましたけども、私ですらもそういう状態ですからね。毎日毎日やっててもなかなか自分の意識革命、思想革命というのはできないわけです。それがその先ほど冒頭で言いましたように、まあ今年2017年のね、なぜこの私最近年号を入れるかというとですね、これ余談ですけども、もうなんて言いますかね、過去の動画を見てますとね、例えば、今年の5月20日になんていうところが時々ポンと出てくるんですよね。あれ困るんですね、あれね、今年の5月20日になんてことをね、動画の中で言うとですね、この動画いつの話だったかなと思って、一度ね、その表紙に戻って、あ、2015年のことかなんてね、見なくちゃいけないもんですから、まあ、私はもうこの YouTube っていうのはそういう意味ではあまり信用してませんのでね、もうどこへ入り込むかわからないような、まあ、恐ろしいところがありますよね。例えば今話しているこのビデオダイアリーにしてもですね、ひょっとしたら3年後にどっかでポーンと出てきてね、どなたかが聞くかもしれないでしょ。で、そういう人のために私はその年号を入れるようにしてるんですよ。今年の11月13日なんてね、それはもう不親切なんですよね。ですからやっぱりそういうことも考えながら、最近はもう2017年の11月13日以後とかね、そういうふうに言うわけですけども、それ以後起きたことをですね、その皆さんにお伝えしていいものか、してはいけないものかという部分でですね、悩むというのはそういうことなんですよ。というのは、その話してもそれは構わないといえば構わないんですけども、そうしますと、まあね、遠ざかっていく人もいるだろうし、
またその頭、私をですね、あえて自らですね、他人様にね、頭をおかしいと思われることをなぜ言わなくちゃいけないんだという部分もあるわけですよね。まあ、それがどうしたという部分につながっていけばいいわけですけども、つながりのない時は特にまあそういうことになっていくわけです。そういうその自分の中におけるその二重構造性の中で、もう一方の自分がですね、盛んにブレーキをかけるんですよね。その何て言いますか、大きな流れの中にいた自分がですね、まあ、そのこの私のようなこの5年も6年近くもこういうことをやっている人間ですらもそういうことが起きるということは、裏を返して言うとですね、毎日例えばまあ動画を見てくださっている方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ中にはといいますか、ほとんどの方はまあ1週間に1回とかね、あるいは2ヶ月ぶりに見るとか、あるいはってな感じで見てくださっているんだろうと思います。というのはアクセス数という意味においては、それほどそのいわゆる、まあ、チャンネル登録者数に並行してていますかね、増えているわけではないんですよ。ですから、まあ、そういうことから逆にね、計算しますと、やっぱり皆さんの中にはですね、まあ、最初はバババババッと燃えて、まあ、動画をご覧になってくださって驚かれる方も多いと思いますけども、それが一巡しますとだん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 回数が減ってっていうことになって、それから、まあ、2、3ヶ月に1回になって、あるいは半年に1回ぐらいポンと時々見るということになってくると、そうしますとその意識革命、常識革命、思想革命というのはなかなかしにくいということになるのではないでしょうか。つまりこの私ですらもそういう二重構造性がありますから、そういうふうに、まあ、時々、まあ、毎日見てくださったとしても、そのなってますかね、大きな川の流れというのはもう一方にあって、そしてふと気がつくと結局は元の状態に戻っているということになるわけですが、しかしこんなことを繰り返していたのでは私自身も先へ進めませんし、まあ、だからといってね、皆さんのことについて内省干渉するつもりはありませんけども、まあ、皆さん自身も同じような状況になっている なるのではないかということに考えるわけです。そこで私ふと考えたんですよ。これは全く関係ない話なんですけども、まあ、キリスト教という、まあ、それはイスラム教は毎日5回やるわけですけども、イスラム、まあ、それは5回というのもちょっと回数多いんですけどもね、まあ、例えばキリスト教にしてもですね、週1回は教会へ行って、まあ、いろんな話を聞いたり、まあ、話したりするわけですよね。そういうふうにこう定期的、周期的にやるということをどこかでやらないと難しいんじゃないのかな。言い換えますと、そういう意味ではね、既存の宗教というのは、いわゆる人間の心をシステム的にね、まあ、この管理するという方法においては、大変効率よくできているんじゃないのかなというふうに考えるところがあります。ね、ですから、それを防ぐためには、それしかないということになってくるわけですよね。つまりですね、もっと分かりやすく言えばですね、まあ、テレビ番組を時々見てね、不思議だ、謎だ。それからまた10日ぐらい経ってからまた別の番組で、ね、本当にこう小さな世界を細分化したの世界を古代、いわゆる、ね、心象膨大的にこう報道する。それを見てまた視聴者の方がですね、不思議だ謎だ、先ほどの、ね、小さな話じゃないんですけども、月面でかぐや姫が見つかったというようななんかのテレビ番組を見られたんですよね。それでまあ感動して私に電話をかけてきてくださったんですけども、不思議だ謎だ。でまたしばらくすると、不思議だ、謎だ。つまり、こんなことを繰り返してていたのでは、私たちは前に進めないということですね。ですから、やはりそうした不思議を分析して、そしてその中から理論を引き出していって、そう事実を、まあ、事実をそのまま引き出して組み立てていって、そしてその組み立てていって、その中から、まあ、理論を引き出していくということで、逆のこう操作をしないといつまでたっても、不思議だ、謎だ。不思議だ謎だって終わってしまって、そのなんて言いますか、人間は精神的に、まあ、そのより高次元な状態にはなれないということですね。まあ、つまり私が今日その今日のねビデオダイアリーに、限界 The limit of the knowledge っていう言葉を使いましたけども、要するにそれが、まあ、人間の知的限界ではないのかなというふうに考えるわけです。人間は確かに利口になりました。賢くなりました。しかし、その賢さというのは、その限界があると言いますか、もうそれ以上は無理じゃないかという部分も見え隠れしてくるわけですよね。それが、まあ、ずっと今言ってきましたように、結局は、まあ、私たちが今持っている意識、思想、そういったものの、まあ、限界ということに
特に思想ですね、思想的な限界ではないのかなと思いますね。つまりある程度までは、まあ、感動したり考えたりして、その自分自身というものを消化、つまり上に高くすることはできるんだけども、それはある程度ということであり、それ以上に超えて、例えばいくらその、まあ、例えばですね、意識的な変化をそのもたらすようなことに出会ったとしても、それはもうその辺で止まってしまうということですね。それが例えば大きな流れとして見るとですね、人間が持つ宗教性、信仰性の問題にも結びついていくんじゃないのかなと思いますね。おそらくその当初においては、私たち人間はですね、神々に出会い、そして驚き、おののき、そして精神的にもうかなり高邁な状態にまで行ったんですけども、それが100年200年、そして今のように1000年経ちますとね、宗教あるいは信仰そのものがですね、儀式化して、まあ、手を合わせてね、パンパンと叩いて、どうか商売繁盛、お金が儲かりますように、良縁に恵まれますようにって言ってね、そういうふうに、まあ、健康ね、家内安全、健康にとかね、そういうようなことになってくるわけです。そしてその信仰だ宗教だと言いながらも、その門前でね、何かの土産物を買ってきて、そしてそれを満足して、そうやって部屋の中に飾っていくと、つまり思想的にもですね、もう全然進歩がなくなってしまうわけですよね。宗教信仰は何のためにあるんだ、それは考えるためであるんだ、思想のためであるんだっていうことを言ったところでね、そんなことも全然考えやしないんですよね。まああえて、まあそれ以上にね、迷信、それからそのまじない、そういったものがその支配するようになるわけです。まあ、その辺に人間自身が持つ、私は限界状況、限界のようなものを感じるわけです。でこうした謎解きを、まあ、毎日解いて皆さんに提示しているわけですけども、そうした中でもですね、その限界を超えてさらに突き進んで前に行こうという人もそれはいらっしゃいます。それはあの私のコメント欄に書いてきてくださる方はですね、そういう前向きなその攻撃性って、まあ、あのいい意味でね、あの攻撃的な人もいらっしゃいますが、大半の方はですね、先ほどの T さんのように、その時は不思議だ、謎だ、面白い、はははって言ってみるんだけども、それがまあ1週間10日あるいは1年、あるいはね、まあ、毎回見てくださったとしても半年ぐらい続きますと、まあ、だんだん飽きるという言い方もいいのかどうなのか分かりませんけども、また大きな大きな川の流れの中に戻っていって、そして気がついてみたら元の木阿弥と、猫を見つけたらカラーと言って手をパーンと叩くような自分になっていくということですね。それじゃあ寂しい、それは皆さん自身の問題としてではなくてですね、実は私自身の問題としても寂しいわけですよね。せっかくここまで自分は来たのにもかかわらず、まあ、自分に来たというのもおかしいんですけども、やってきたという意味でね、やってきた、まあ、自分はその精神的に高くなったと素直にみじんも思ってませんよ、みじんも思ってませんけども、ここまで来たにもかかわらず、その自分の中にあるもう一つの自分というのは、結局は大きな川の流れにの中にいた自分なんですよね。その自分がその今その自分の中にいて、そして抵抗するわけですよね。まあ、そんなこと言うのやめろと言えばね、お前がまたみんなに嫌われて寂しい思いするだけだぞと、向こうの方がお前を避けていくんだぞと、ちょうどお前がね、まあね、今から 4,5 年前に UFO に乗った人がいるよって話を聞いたときに、その人をね、以後遠ざけたようにお前を遠ざけていくんだぞ、その気持ちがわからんか、そんなことまでして、なぜすながお前はあえてその家中の栗を拾うようなことをするんだと、というような感じのブレーキがかかるわけです。ですから私はまあ結論的に言えばですね、皆さんもそうだろうと思うんですけども、やっぱりこういう種類の話というのはやっぱり相手を選ぶということですね。それはもう大鉄則ですね。こちらの側からですね、相手が聞いてもいないのに、僕ね、 UFO に乗せてもらってね、何々を見せてもらったよなんてことは言っちゃいけませんね。まあ、100% 向こうの方はあなたのことを、それはそうかなと思う気分、この気持ちは6割あっても、残りの2割3割4割の部分で、こいつ頭おかしいぞという部分であなたを遠ざけていくということです。で、遠ざけられたあなたはどうしてみんな遠ざかっていくのかなという感じで寂しい思いをするということですね。まあ、それに対してはまあ証拠を見せるということ方法もありますし、私は証拠主義ですからね、頭がおかしいというふうに思わせる前に、じゃあこの証拠はどうなんだというふうにして、まあ、
まあ、叩きつけるというのもおかしいですけども、まあ、見てもらうと、そういうことなんですよね。まあ、そういう自分が自分の中にいるということを今日は皆さんにお伝えしたくて、まあ、話しました。で、私は10月だったか19月だったかその辺だと思うんですけども、よく覚えてないんですけども、ある日ですね、天に向かって手を組んでこう言いました。いつもね、私ね、我々が神々と呼ぶエイリアンに話しかけるときは英語で言うんですけどもね、なんとなく英語の方が通じやすい感じがするもんですからね。まあ日本語に言いますと、とにかく主よと、ロードと、あなたは私にコンタクトを取ってきたと、あなたは私にコンタクトを取ってきたと、その目的は何だ、その目的を教えてくれたら私はその通りにするからということを、まあ、天に向かって祈ったわけです。そう問いかけたわけです。そうしましたら、日にちは覚えてませんけども、その数日後だったと思いますけども、朝起きたらその返事があったわけですね。英語であったんですよ。 As long as you do the job, humans are alright. 一言だけ。それは朝起きたらそういう返事があったというんじゃなくて、私はおそらく眠ってる間に脳のどこかにちょうどメールがね、届くように脳の中に入っていたんだろうと思います。目を覚ますと As long as you do your job task 言ったかな、 As long as you do your task humans are right、 あなたがその仕事をする限り人間は大丈夫なんだよという意味ですよね。それずっと忘れてたんですよ。やめましょう、この話。こうでそうしますと、今度ね、11月のね、27日の話へとつながってしまいますからね。まあ、ごめんなさい、そういうことを言い出すと、多分ですね、この部分だけ聞いた人はですね、やっぱり林頭おかしいよと言って遠ざかっていくでしょうね。まあ、それはいろいろあったんです、その後。まあ、ごめんなさいね、ここまでさせてください。それは今言ったように、自分の中にもう一人の自分がいましてですね、やっぱり大きく抵抗するんですよ。それはどうしようもない。言わんや、皆さんはですね、せっかくって言いますか、ある意味で私の立場から言いますと、せっかく私の動画をご覧になってくださっていて、ほほう、そうかっていうような気分になっていたとしても、その強さはですね、それほど強くないんですよね。先ほど言いましたように、大きな川の流れっていうのがありますから、本当かなと思う気持ちが、2割3割でしょうね。しかしそれを押し返す力が7割8割はありますからね。そしてそれがですね、日々の雑踏の中にうずもれていくと、その7割8割の力の方が強くなっていって、また押し潰してしまうんですよね。ですから感動感激もやがて消えて、それこそもう半年もすると忘れてしまって、そういえば林という人がいて面白いこと言っていたなっていう感じで終わってしまって、あとはもうなんて言いますか、あちこちで散発的にね、ポカンポカンと、まるで 沼というと失礼かもしれませんけども、アーブクのようにポカッと浮かんで弾ける、ポカッと浮かんで弾けるというのを繰り返して、そこで止まってしまうということです。まあ、今日はそれが言いたくてですね、要するに、それが人間が持つ知的能力の限界、あるいは精神性の限界ではないかということになるわけです。まあ、それを今日皆さんにお伝えしたくてですね、つまりもっと言うとですね、人間のいわゆる精神構造面においても、思想構造面においても、そして意識的構造面においても、やっぱりその限界があるということですね。その限界をどのように知って、その限界を
どのようにして乗り越えていくかということが、私は人間に課せられた大きな問題ではないかと考えています。で、今日一日は、その意識の、まあ、思想の自分自身のですね、いわゆるまあ脳みその限界について私は考えてみたいと思います。今週始まりました。月曜日です。ですね、今日18日月曜日ですね。今カレンダー見たんですけどもね。ということで、今日はいわゆるまあ人間の脳みその、まあ、知識の限界というふうにいいわけですけども、について考えてみました。皆さん、どのようにお考えでしょうか。ということで、これで終わらせていただきます。バイ。